将来の年金給付に使われる公的年金の積立金の運用実績が昨年度およそ3兆円の黒字だったことが分かりました。 GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人によりますと、昨年度の収益額は2兆9536億円でした。国内の株式市場での株価上昇や円安が影響したとみられます。これにより運用している年金積立金の資産額は3月末時点で200兆1328億円で、初めて200兆円を超えました。宮園正孝理事長は、短期的な数字に一喜一憂することなく、長期的に収益を積み上げられるように努力をしていきたいと話しました。